山崎幸太郎さんが石破茂首相による自主的な外交への期待を語っています。対米べったりのいやらしい安倍、岸田外交、これを終わらせてほしいです。山崎さんのお話を聞きましょう。岸田文雄がアメリカの属国、植民地政策、その姿を国民に悟られた、見せられてて、その、植民地的、支配構造をですね、日本国民が見たんですよ、はっきり言って。それを見て、いや、これはダメだなとみんな思ったと思いますよ。だから、これからやることは何かっていうと、そういうことを考えればいい。だから、それで、石破茂が登場したことの意味っていうのは何かっていうと、安倍長期政権の、総決算ですよ。と、アメリカと、石破茂が距離を取って、石破政権がですね、距離を取ろうとしてるんですよ。これはね、僕はね、じわじわと国民は理解してくると思いますよ。アメリカの言いなりになることによって長期政権になるか、それともアメリカと距離を取ることによって、微妙な距離を取ることによって短期政権で終わるか、まあ終わるかもしれないし、僕はそれでも構わないと思ってるんですよ。石破さんは長くやる必要はないと、そんな延々と。やるべきことをやって、そしたら次の人に渡せばいいと。僕は高市早苗とかそういうのが出てくるとね、またね、アメリカの言いなりになるって、それを安倍さんと同じことを繰り返すことになるからね、これだけはやめてほしいと。と思いますよ。だから石破茂総理大臣がたった5分間しか、トランプと電話会談しなかった。これはすごいいいことですよ。石破さんはアメリカにべったりじゃないし、ペコペコしてるわけでもないし、言うがままにするっていうわけでもない。例えば、アジア版 NATO の